チェルノバの2回目が 9.40 で1回目が採用されて 9.50。 小菅の1回目です。これはロンダードからの後方伸身宙返りですね。ちょっと伸身姿勢は長かったんですけども、着地がちょっと潰れてしまうわけですね。上位入賞が期待されています。小学校6年生の小菅、1回目は 9.45、 2回目です。伸身です。そうですね、 この方が大きさが出たようですね。方向が左に寄りました。寄りましたね。ただ着地の時前に行くよりも後ろに行った方がですね。これで小菅選手すべての演技を終わりました。